中国茶、茶君さん銀神中国茶中国獣、大名茶君さん銀神君さん銀針は中国茶の一種、北を代表する品種、中国獣大名茶の一つ。中華人民共和国湖南省武雄市西部にある、童貞湖の中にある、君山島で採れる茶葉から作られたものが本物。現在、君山島でれる茶葉から作られたものが本物。現在、君山銀神は、緑茶タイプと北タイプの2種類があるが、 き茶の方が高級で、年間生産量は1 0 0 0ラムに過ぎないともされる、貴重品である。本物の、君、山銀神は1 0 0ムで数千円をくだらない。このため5グラムほどの少量から売られている。なお、気候環境の似た君三島周辺でも製造されているが、これらをも君、山銀神に含むかは疑問も残る。君三島は、 観光地としても知られており、竹養老の付近から船で渡ることができる。島内の菜園は無農薬栽培だが、観光地化した環境ゆえ、有機認証の取得はできず、君山島内で栽培された本物の君山木延伸は有機認証を有していない。適材では一深茎の一部が積まれ、緑茶とは異なるゆっくりとした。 加熱処理を施された後、モンキと呼ばれる工程で茶葉の持つ酵素による酸化がゆっくりと行われる。この工程は通常の発酵食品のような微生物が関与した発酵ではなく黒茶以外の発酵茶に共通する酵素による酸化発酵を施す工程である。俗説では門旗には微生物が関与するとも言われているが、実際には成分間の非常にゆっくりとした 酸化反応であり、これは酵素によってもたらされるものである。これは、紅茶も、例外ではなく、お茶における発酵を論ずる上では、注意が必要な点であろう。中国茶の中で微生物が関与する発酵を、しているのは六大茶類の中では、黒茶のみである。さっぱりとした風味の中にわずかに、文気による香りが感じられる。ただし、初めて飲むと薄いと感じる人が多く、君。 山銀ン,ンのデリケートな味を理解するには、ある程度経験が必要である。また、入れる、水の質にも大きく影響される。入れ方は、耐熱ガラスの器を使い、低めの温度の湯で入れ、やや長めに蒸らす。透明なガラス機を用いると細長い茶葉に、泡がついて上下する姿を楽しむことができる。 ガラス機で入れる場合、香りを逃がさないように蓋をすることがコツ。ありがとうございます。